マヤプシキの呼吸根やエヤマヒルギのシチューネ、サキシマスオウノキのバンコン呼吸根とは、水生植物などに見られるもので、呼吸のためのガス交換を行うために、特別な構造を持つ根のことである。なお、気根は、途中ではなく空気中に出ている根の総称を指す。呼吸根とは、植物の器官の一つで根の変形である。一般に根は、生の装置性を持ち、 下方向へ伸びるものだが、呼吸には上向きに伸びて地表から顔を出す。その形態は様々である。一般に根は地下にあっても、その表面でガス交換を行うが、地中は酸素濃度が低く、さらに水で充満した場合、ほとんど酸素が得られないことが多い。そのため、水中の泥に根を下ろすものには、ハスのように地下系に空気を取り込む管を持っている例が、 あるが、それもこれに対する適用である。同様に、根の一部が地中から出てくるのも、呼吸のための仕組みであり、これらを、呼吸根という。マングローブ植物の呼吸根は、根の表層の細胞間隙が著しく発達しており、水金梅などの水生植物の呼吸根は、海面状になっている。このように根の表面、表層が呼吸がしやすい特殊な構造となっている。 呼吸根として知られる構造の一つは湿地性の樹木に見られるものである。蒸気のように水湿地では深くまで根が入ることは呼吸の難しさのために困難であるが樹木である限りはある程度以上はしっかりと根を張って体を支えなければならない。そのため根は地中浅くを横に伸び所々で地表に顔を出すのが呼吸根である。マングローブ植物には 呼吸根を持つ植物が多い。形は種によって様々である。淡水の湿地では、沼杉が直立膝根を持つ。これらの呼吸根は樹木なので硬く、その表面は樹皮に覆われているが、多数の皮目が見られることが多い。赤羽中の水金梅や、長地田では水田周辺などにも出現する湿地植物で、その根が水面下に伸びることもよくある。その際、 呼吸根を出す場合がある。これらの植物の呼吸根は蒸気の例では直立根のように地下の根から枝分かれとして突き出したものであるが草だけに柔らかく真っ白で表面に根毛が密生しており柔らかくて浮力によって水中を上向きに伸びる。これを浮き根という。ありがとうございます。